こんにちは、ロジュラ TV です。今回は焼肉に行きたいと思います。今ね、祇園の方に来てるんですけど、実はロジュラ TV でもね、行ったことのある花園駅前にあった大松園さん、こちらの姉妹店がね、この祇園にできるんですね。肉の大松という名前なんですけど、で今実はまだお店オープンしてなくて、これからのオープンなんで、ちょっとね、先に入らせてもらうんですけどね、ちょっとどんな感じになってるか楽しみですね。じゃあ肉んちゅに会いに行きます。おー、のれんいい感じっすね。じゃあちょっと潜入します。おー、あ、ここになんかね、お肉並ぶみたいですね、このショーケース。え、これ冷蔵庫おー、なるほどなるほど。来ました、スーパードライ、いただきます。冷えてる。今日のおすすめのお肉です、はい、で、あのザブトンです。ザブトン肩ロースの一番いいところの霜降りの方ですね。で、こちらがあのブリスケっていう肩バラのお肉です。味があって美味しいです。で、イチボとヒウチで、これほんま桃なんで赤身なんですけど、一番霜降りが入ってる部分でいい商品が集まりました。わー、本当ですね、すごい差し。肉んちゅも久しぶりですね。そう、あの第1回 YouTube あの出演の肉んちゅです。ご無沙汰しまして。はい、ありがとうございます。2号店おめでとうございます。ありがとうございます。また祇園で頑張っていきますんで、よろしくお願いします。キムチ来ましたね。お皿が綺麗。こっちがナムル。ちょっとお肉の前に胃袋を刺激していきます。甘辛うまですね。ナス、ナス、ナスキムチ。まあ、名物のハラミユッケで、赤身の桃ユッケで、こちらの贅沢ユッケっていうのを今回設けさせてもらいまして、赤身と霜降りのコンビでユッケを召し上がっていただいたらどうかなと思いまして、はい、ご用意 してみました。潰しますよ。すごいすごいぞ。じゃあまずはね、サシの入ってる方から。溶けて溶けて、しゃーないですね、これは。これ1380円か、安っ。で、こっちが赤身。うまっす、うまっすやな。そして次は1枚ずつを重ねて一緒にいただきます。どういう化学反応が起きるのか。今一気に、食感と甘さとうまさ全部一体になる。うわー、これ一緒に食べるのが一番おいしいかも。贅沢やな、これは。すごいっすわ。普通ユッケは結構そのカットしてあるの多いですけど、このバーンと大判のユッケね、珍しいっすよね。で、タン元の薄切りとタンゲタと、これちょっと今回あの売りの一つにしていこうと思ってます、テールですね。いつもはあの大概あのスライスしてあるのが多いと思うんですけど、うちはあのテールを包丁でちょっと綺麗に剥いて取るタイプで、ちょっとご提供できたらなと思ってご用意してます。パン、タン、いただきます。最高。
弾力もめっちゃいいですね。ちょうどいいですね。噛むほどにもう旨味が口の中広がって、塩の加減とレモンのバランスもすごい良かったですね。これはうまい。さあ抜けた。うまっ。もうずっと噛んでたい。噛めば噛むほどですよ。これはパンもね、やっぱり場所によっていろいろ食感味わいが違うんで、これ楽しめるのもいいですね。テールいただきます。これはうまそう。柔らかい。テールやし一見ね硬いかなと思いきやめっちゃ柔らかい。でもこう噛む楽しさはありますね。おー、もうすぐなくなった。あのうち母体が精肉店やってますんで、毎日何種類か変わる日替わりでちょっとお肉をいろいろご提供させてもらってます。いわゆるあの焼肉屋さんで見かけられるあのロースとかカルビとかっていうのがあんまりなくて、いろんなももの部位とか肩の部位とか、まあロースもたまに出ます。そういう部位でやらせてもらってます。で今日のラインナップの中から、時計回りから、上から、都で名物のハラミで下がりと角膜両方とも用意させてもらいました。で霜降りの方から火打ちと、座布団です。で赤身の方からちまきとラムシンとブリスケになります。まああの結構霜降ってますけども、しっかり味がやっぱりついてますんで、そんなにしつこくなく赤身ベースで食べていただけると思います。はい、うん、うまそう。うまー。肉のうまみすごいっすね。いくらでも食べられますこれは、うん、飽きない全然。うまいっすね。さがりうまいな。ラムシン。ラムシン。うわ。醤油ベースのもみだれ混ぜます。うまく。わあ、ラムシンめちゃくちゃうまっすね。もう溢れました。洪水、うまみの洪水。これは贅沢。じゃあそのままいただきます。うわ、柔らかい。タレうまい。うん、このタレうます。すっごいお肉に合ってます。口の中を包み込むような柔らかさ、旨味と、うん、火打ち。あ、ありがとうございます。じゃあオンザいきます。はい、火打ち。相性良すぎる。すごい。わあ、全部うまそうやな。肉の中コース、ちょっと侮れないですね。まだまだ出てきそうっすよ。やばいな。8000やりすぎちゃいますかね、これ。ブリスケです。ブリスケですね。すごいですよ、見てくださいこれ。うん、こんなん作ったはずですか。へえ。三牛法師。これこのお店のどっかに
しばらくいるんですね、はいはい、ああなるほどなるほど、どっかにふっとおる産業奉仕探してみてください。角膜ちょっとタレつけてみようかな。これの食感めっちゃ好き、うん、スッと歯が入るようになってるんですけど、でもこう噛む楽しさがあるんです。めちゃくちゃうまい、これこれ一番好きかも。うまっす。座布団香ばしい、うんうんうん、結構深みがありますね味わいに、うん、いやちょっと一枚ずついろんな部位を食べられるっていうのがやっぱ贅沢です、うん。はい、アブシンですね。アブシンはやっぱ食感が面白い、うん、シャクシャクっとしてます、うん、シャクシャク。赤線、面白い食感ですねこれ。柔らかいところとコリッとしてるところが層になってるっていうか、うん、大好物の天肉来ました。結構しっかり弾力がある、うん。だいぶお腹いっぱいやってきました。舌触りツルツル、中はしっかり噛み応えありますね、うん。この産牛奉仕の近くはいいですね、はい、こんな感じですか、はい、ありがとうございます、はい、おい路地裏でデザインいただきました。おはようございます。はい、ということでね、もうオールうますですね。素晴らしい、さすが肉んちゅですね。祇園のあの場所で8000円であれだけいろんな部位たくさん食べられたらもう言うことないんじゃないですかね。多分接待とかにも向いてますし、一人でもねカウンターで楽しめると思います。はい、ということでね、京都に新しくオープンした大注目焼肉店、ぜひね気になる方は行ってみてください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。